ビクターのエンタメ情報をお届け、 V ちゃん。今回は5月11日にデビューシングルをリリースする超装飾系7人組ダイヤモンドドッグスが登場。さらに日本最大級の R&B イベントシュガーシャックから LL ブラザーズのお二人も登場です。まずは5月11日にデビューを果たす超装飾系7人組ダイヤモンドドッグスに突撃インタビュー。はい、はい、ダイヤモンドドッグスとは、ダイヤモンドドッグスとは、とはこれはね、あれじゃないですか、やっぱり、あの大人のおもちゃ箱、大人のおもちゃ箱、歌も、はい、踊りもしますけども、はいはい、ね、それをこう面白おかしく表現することもしながら、そうですね、はい、たまにこういう衣装で決めてみたりとか、かっこつけても見たり、まああと7人がこう7人こうクリエイターであるというね、あ、まあ、ね、クリエイターでいたいという、はいはいはい、これもね、ダイヤモンドドッグスをご覧になってない方も、はい、たくさんいらっしゃると思います。はいはい、もう本当自分たちで曲を作りの、はい、付けを C の踊り C の、うん、MC C の自分たちであるいうわけですよ。素敵なステージを、はい、一つでも多くね、はい、夢を与えられるようなステージをする僕たちは、そうですね、まあクリエイト集団でございます。はい。はい、です。あの、超装飾系って何ですか？超装飾系の定義ね。はい、あの、ご覧になっていただいて、キラキラね。はい、キラキラ、キラキラ、キラキラ聞かせてますが。はい。まあ、僕が思う、はい、超装飾系、はい、というのは、定義は、はい、定義は、そうですね。やっぱり、中でしょうね。あ、だから外見もそうなんですけど、内面をね、中から光り輝かせる。そう。まあ、あの、ピカピカな、僕たち、はい、7人組が、超装飾系でございます。はい。はい。では、デビューシングル、カルナバル禁じられた愛の聞きどころをズバリ。ダイヤモンドドッグスの、デビューシングル、はい、カルナバル禁じられた愛ということで、はいはい、今回、あの、デビューさせていただきましたが、はい、まあ、これの、聞きどころというか、見どころっていうのは、あの、もうたくさんありますね。そうですね。例えば一つ、あの、沖仁さんって方が、はいはい、あの、はい、フラメンコギターで、イントロから始まり、はい、アウトロもう全部弾いてもらって、はい。で、あとはまあ、歌だけじゃなくて、はい、あと目で、あの、僕たちのダンスパフォーマンスというか、そういうステージングとか、はいはいはい、あれっていうのは一つ大きい、あの、ダイヤモンドドッグスの売りだと思ってるんで、はい、まあ、使ってみるけどね。本当に見どころ、聞きどころがたくさんある、詰まった僕たちの、カルナバル禁じられた愛なので、はい、どうぞ隅々までご覧ください。はい、それでは最後にメッセージをお願いします。V ちゃんご覧の皆様、ダイヤモンドドッグス、7人で超装飾系男子7人として、今回デビューいたしましたが、本当にこれからまだまだ僕たちのことを、見たことない人、聞いたことない人、やはりいっぱいいると思いますが、僕らの今後の、ライブパフォーマンス、皆さんの元に届けばいいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ダイヤモンドドッグスでした。イエイ、はい、イエイ。超装飾系男子の皆さん、ありがとうございました。ダイヤモンドドッグスの素敵なパフォーマンスを楽しみにしています。ワンワン、せーの、 V ちゃん。 V ちゃんをご覧の皆さん、こんにちは。 LL ブラザーズです。こちらが兄の高野です。私が弟の正です。シュガーシャック新曲連続配信スペシャルマンス第4弾シングルがリリースされました。はい、12月から始まりましたこの連続配信シリーズなんですけども、はい、いやー、このラブシックですね、うん、4弾目にしてね、あの、我々個人の、はいはいはい、曲がシュガーシャックから配信されるということだね、うん、みんな男性女性関係なく一度や二度はね、感じたことがある、恋愛の中で感じたことがある思いを綴ってみたんですけれどもね、あ、ちょっと若干甘酸っぱい恋愛模様が描かれてると思うのでね、その辺をこう、あ、いつも寝れるとちょっと違うけれどもって楽しんでくれると嬉しいなと思います。日本最大級の R&B イベントシュガーシャックなんですけれども、はい、そこでシュガーシャックの楽しみ方を教えてください。これ一つ、あの、楽しめるポイントとしてはですね、はい、
さっきも言いましたが、アーティスト自ら自分たちが楽しもうとしてるイベントなんですよ。うん、ってことはですよ、うん、普段見れないアーティストの姿が、すごく身近に見れる可能性がたくさんあるわけです。そうだね。うん。そのアーティストだけで言うと、そう、さっき言ったみたいに、うん、もともと仲がいいんですけれども、うん、ギュッと集まることによって、その、もう、楽しさがね、そのバイブスっていうのは、大変なんですよ、そのバイブスっていうのは。もう、そういうものもね。それがステージにドーンと出てね、お客さんに伝わると本当に楽しいんじゃないかなと、ね。楽しいんじゃないかなと思います。もう、ぜひ近くに、はい、シュガーシャック行った際にはですね、ぜひ足を運んで楽しんでください。はい。それでは最後に、Vちゃんをご覧の皆さんにメッセージを。はい。この度ね、大震災で、はい、この日本は今大変なことになってますけれども、うん、現時点でシュガーシャックでもですね、みんなで何ができるか、今いろいろこう、試案中です。そしてこう、継続的に、こう何かこう、できることがあれば、うんうん、こう積極的に動いていこうとみんなが思ってるところなのでね、はい、個々のアーティストの、ブログなんかで、逐一チェックしてもらえるとですね、いろんなことが見れて、情報が取れて、いいと思います。はい。まあ、我々の方もね、まあ皆さんのためにこのチャリティー T シャツ。そうだね、はい。作ろうかななんて思ったりとかしてるんで、はい。その辺も、ぜひ皆さん楽しみにしててください。うん。よろしくお願いします。Vちゃん！Vちゃん、今日はここまで。お相手は水木優奈でした。